どうも、木下ゆうかです。今日はつけ麺のチャレンジに行きたいと思います。でもね、制限時間があるんですよ。私ね、早く食べるのが、ね、苦手なんですよね。でも頑張ります。チャレンジするのは神奈川県の平塚にある日の出ラーメン、ゴーつけ麺ですね。通常のゴーつけ麺の大盛りは無料らしいです。こういうの本当嬉しいですよね。ポスターがこちらですね。平日限定ってごつけ麺チャレンジ一袋に自信のあるつわものもとの完食すれば代金無料1300円の無料ですね。制限時間は10分、驚異の総重量2キロ超え。2キロのつけ麺がこちらです。薄切りのチャーシューが2枚と、あと角切りのチャーシューも2つ乗ってますね。あと煮卵も1つ乗ってます。海苔は7枚ついてます。つけだれはちゃんと2つつけてくれてますね。あと麺がいっぱいあるから足らなくならないように1つつけてくれてます。つけだれにはキャベツが浮かんでます。それではいただきます。ぬでラーメンのこうつけ麺の麺はとっても太くてコシがあって、もううどんみたいでした。さぬきうどんみたいにコシがあって歯ごたえのある麺ですね。でスープはとってもドロッとしてて、ほっぺりしてます。すごく麺に絡んでとても美味しかったです。あ、店内で有線が流れてたんで音は消しました。で、全部私の副音声でお楽しみください。こういうチャレンジの時はですね、最初にトッピングを全部食べるといいですね。後半になってトッピングものが残ってるとちょっと焦ったりしちゃうからね。最初に食べても麺だったら早く食べられちゃうから、最初に食べた方がいいと思います。スープの中にもね、チャーシューの角切りが入ってて、すごく具沢山で美味しいスープです。嬉しいのが海苔がもう斜めについてることですよね。私結構ラーメンの海苔って好きなんですよ。ラーメンのスープ、ラーメンに浸して麺とスープと一緒に海苔を食べたらめっちゃ美味しい。私大好きなんですよね。最初にチャーシューを食べてますね。早めに食べた方がいいです。でもね、最後にもうチャーシューがないと寂しいので、こっちの後の後半のつけだれにも入れときました。麺がすっごく太いから、なんか見た目的にはちょっと少なめに見えたりするんですけど、もうだいぶボリュームがありますね。一つかみで結構麺を持ってってるんですけど、なかなかなくならないです。普通のつけ麺だったらもう3つかみぐらいしたらなくなる量食べてる気がする、取ってる気がしますね。音消してるんですけどね、もうズルズル言って食べてます。ズルズルすすってます。もうラーメンすする音がないと寂しいですね。自分でアフレコすればいいのかな。あ、難しいですね。で、麺すすってないからちゃんとした音が出ませんでした。すいません。
っちゃ美味しそう。もう食べたくなってきた。最後の海苔を食べます。だいたい約5分経過しましたね。ちょうど半分ぐらい経ってるので、ちょうどいいペースだと思います。1杯目終わりそうです。で、2杯目いただきます。早速チャーシュー食べてますね。残しとったチャーシュー、それにはチャーシューとキャベツが入ってます。だんだんと器の底が見えてきましたね。食べれるんでしょうか。あー食べたい。私この味を知っとるからね、味を思い出すんですよ。映像見よったら味をフラッシュバックします。全部麺を入れちゃいました。もうすぐ食べ終わりそうです。つけだれも全部完食して完食だそうです。もう一個の器にネギを発見しました。ちょっと残さずね、全部きれいに食べて。ごちそうさまです。ありがとうございます。チャレンジ成功です。つ
つけだれはね、ほとんど麺についちゃうから全然スープ割りしなくても食べれました。それではまたねー。